これ聞いてもらったら分かるんですけど、マッキーのなんかの曲も使ってますよね、まあ、ちょっとマッキーっぽいじゃん。丁寧に歌えば使える。いつも喧嘩ばかりの二人にも記念日はあるはずだろう。これどういうことなんだろうね。あ、変わったね。なんか手はありそうだよね。なんか Happy birthday to me ということでね、現在、1月12日2024年、1月12日の15時、あれ消えましたね。15時、あ、6分になりましたね。15時6分でございます。まあこれで私いくつになったでしょうかということでね、53歳になりましたということでね、ゴミになったって言うとね、うちの娘が怒ってね、そんなこと言わないのと言われますけどね。ということでね、今日はね、まあせっかくなんでね、なんか記念日ということでね、僕 の記念日という曲があるんですよ。でその記念日という曲に、まあいつものようにシンセサイザー V をね、かぶしてみようかということで、あまり意味もないようなコーナーですけどね、前回でね、その ARA のなんか機能がいまいちやっぱり MIDI の方がいいんじゃないかっていうことを言ったばっかりなのでね、まあそういうことなんで、まあやってみますけどね。まあね、誕生日ですけどね、まあうちの親父がね、まあ僕の誕生日なんかもう忘れてるわけですよ。うちの母親も忘れてますけどね。でもね、自分の誕生日の時にはね、俺にね、今日は何の日だとかね、何をくれるんだとかね、まあ敬老の日もそうです、父の日もそうですけどね、散々言うわけですよ。でも息子や息子の誕生日にはね、何の言葉もないし、まあプレゼントなんかもちろんないですしね、まあ、それがね、そうやってもんなんですかね。うちの僕なんかね、やっぱり自分はもうともかくね、自分は別にいいですけど、娘の誕生日はね、やっぱお祝いしたいと思うのが親だと思うんですけどね。まあそれはまあね、そういう親もいますからね、まあどうでもいいですけどね。ということでね、今日はね、記念日という曲ね、ちょっと聴いてみますか。こういう感じの曲でございましてですね、まあちょっとね、まあどんな感じか、まあこうドラムが変わりましてですね、まあドラムこういう感じでね、キックが、まあキックはインパクトですね、これね、まあこんな感じのキックの音とですね、まあちょっと、あ、これは何だ、これは何だろうね、あ、これもそうですね、スネアですね、で、コンガループに、ここら辺はね、インパクトのものを使ってますね、っていうかまあね、タンバリンあって、フィル、ね、で、ワン、ツー、スリー、フォー、これマッキーのね、マッキーの、何の曲か分かんないですけど、これ聞いてもらったら分かるんですけど、これはね、0G 社のね、あのサンプリング CD が昔あったんですよ。1990年代にね。そっから使ってて、マッキーのなんかの曲も使ってますよね。てんてんって、あれ2つの願いかな、うん、ちょっとありましたけど。で、あとテレフォンとか、あとは、まあ、これも本はありますね。で、ベースはなんだっけ。あ、これはあれですね。何の音源かというと、トリロジーですね。まあ、いいですか。まあ、こんな感じでございますと。んで、リードのピアノと。で、まあ、この LP は、結構あの、こういうやつね。こういう、MK80 ってやつね。と、キースケープですね。はい。いい音ですよね。あんまり使わないんですけどね、普段はね。で、まあこれ、まあとりあえず聞いてみますか。これなんかちょっとね、ノットになってますね。待ってください、これ。まあいいや、まあ音出ないのもあるけど、はい、じゃあ聞きます。こんな感じね。いいんじゃないかな、君の笑顔は僕のものさ。
マッキーパイじゃ。っていうような感じです。まあまあ彼女のプレゼントっていう、まあ本当はね1番2番ある、まあ2番というかね2番もあるんですけど、これはちょっとね短くしているバージョンでございましてですね。これは僕のアルバムに入ってたかな？入ってないかなこれ。ファーストアルバムに入ってたか入ってなかったかも忘れましたけど、あれは最高のクリスマスですね。記念日は入ってないですね。すごくマッキーっぽい、まあ、自分で言うのもね、マキハラさんっぽい曲だなと思っておりましてですね。まあ、それはまあ、さておきですよ。シンセサイザー部入れてみますか、今のとこね。はい。いつものやつで入れていきますと。まあ、どんな感じになるのかなと。まあね、前回はちょっとイマイチだって言ってましたからね。ビジッとハマればいいですけどね。はい、じゃあ、どれだっけ。イベンテージです。はい、これ。はい、これをここに。ぶち込んでみたらどうなる？はい。で、ここでね、オーディオの音変換してみます。まあ、あまり何も考えずにやってみるということでございましてですね。まあね、本当に、明日から共通テストでございますかね。まあ、うちの娘はね、去年、本当はね、私立洗顔だったんですけど、まあ、とりあえず学校がね、国立っていうか、まあ、私立でもね、使えますからね。ただね、あれなんですよ。共通テストの成績の前に私立の場合、例えば、協定利用っていうのがあるんですよね。で、協定利用で出すときに、例えば自分の共通テストの、まあ、例えば3教科、例えば英国社ですよね。例えば3教科で私立の、まあ、協定利用っていうのができるんですけど、それをやるにはね、その得点がいいから、じゃあ出そうっていうのはダメなんですよ。その共通テストの前に締め切りがあるわけですよ。早稲田とか、ね、明治とか、まあ、そういう協定、まあ、もう早稲田なんかはね、特に協定利用、東大の人が協定利用出しますから、だいたい9割とかね、取らないと受からないんですけど、で、協定利用で出すっていうのでね、出すんですけど、ただじゃないわけですよ、1万円。2万円ぐらいかな、1万6000円とかかな、忘れましたけどね、それを出すわけですよ。まあ、数うち当たるでね、それ出しときゃいいんですけどね、でも、例えば10個出してね、成績悪く、例えば協定で失敗すればね、全部おじゃんじゃないですか。で、逆に言えば、協定が良ければ、全部受かるわけですよ。で、受かったら受かったで、またね、これ入学金払うかどうかっていう問題もあるし、そういうとこがあるんでね、まあ、協定利用っていうのもちょっとね、なかなか大変ですけど、それでもね、出せる人は出しておいた方がいいですね。まあ、とにかく、あとね、共通テスト受けて、受験票をね、絶対忘れて帰らないってことね、会場にね。会場でもし忘れて帰ったら、あれは、例えば国公立受けるのでもいるんですよ。あれがないと、出せないんですよ、願書。2次の出願できないんで、絶対忘れないということを皆さんね。肝に銘じていただきたいと思います。頑張ってください。ということでね、まあ、そんな話はいいんですけど、さあ、ということで、ね、じゃあどうしますか、まあ、りょうくんでいきますか。最近、じんくんばっかりなんでね。はい、ということでですね、これで、どうなんですかね、日本語になってますか、これ。一応、日本語ですね。じゃあ、ちょっと聞いてみますか。お、ちょっと保存してしまいましたね。じゃあ、ちょっと聞いてみますね。さあ、どうだ。君と出会ってから3年目を迎える2年目
かな。君の笑顔は僕ものさ。揺れる座席立て押しにワンとし君の投資家のさ。悪くないね。どうしてすんねと君二人喧嘩を始めてしまったから、仕方なく隠してた時君の前に出される。いいね。テレプレゼントには意味がある。二人の仲直りの薬、いつも喧嘩ばかりの二人も記念日はあるはずだろう。今の君は喜んでいるけど、僕明日のことがなくさ。いいね。なんか悪くないよ。いいね、いい。なんかちょっと昨日の訂正しようかなって感じぐらい悪くない。ちょっとこれだけ聞いてみようか。いつも喧嘩。いつも喧嘩。いつも例えばここで、まあいいか、いいだよ。いつもがちょっとふわりが3連符になってるのか。いつも喧嘩ばかりの二人にも記念日はあるはずだろう、うん、確か来週で君と出て出会ってからなんね。もうちょっとこれをまあ出ていいのか。出会って、君と出会ってから、遅いね。3年目を3年3か。3年結構これ悪くないのかもしれない。楽ちんだね、こっちの。3年目を迎える年、記念日か、迎える記念日。ちょっとここでサビ聞いてみようか。いつも喧嘩ばかりの二人にも、はい、ちょっと聞いてみます。ちょっとまあ直していけば、これ結構使えるような気になってきた。うん、まあ亮君だからかな。ちょっとジン君にしてみようか。ジン君だとどうなのか分かんないけどさ。バカリー
わかった。これね、やっぱりね、歌い方だね。あの、丁寧に歌えば使える。そういう結論ですね、僕の中ではね。綺麗に直していけば使えるね。まあ、今回もやっぱりちょっとりょうくんの方がいいのかなと思ってりょうくん戻しますけど。いつも喧嘩ばかりの二人にも記念日はあるはずだろう。確かなんかユーマも悪くないね。いつも喧嘩ばかりの二人にも記念日はあるはずだろう。確かな意志で君と出会ってから何人にしようかな、ね、しようかな、ね、何人にしよう何人にしようかな時がいいんじゃなかなないかなね、ないかな、割となんか読み込めてますよね。いいんじゃないかな君の笑顔はね映画だね。映画は僕のだね。カタカナですけど。なんだこのあった。あーちょっと違ったね。僕のだね。僕のだな。どうだった。ものさでよかった。はい、これです。笑顔は僕のものさ。揺れる財政。財政なんだ。揺れる財政。ちょっとキリがないんで。揺れる財産立て押しにワンとし君のお叱りをさ。どうしてそんな時に二人喧嘩を始め。喧嘩をだね。喧嘩を始めてしまったから仕方なく隠してた時君の前に出される。いいね。だけどプレゼントにはね。だけどプレゼントにはさ、不安だったな。これでできたということでございます。ちょっと聞いてみようかな、頭から。まあ一応なんとなく歌詞は直せたんで。いつも喧嘩ばかりの二人にも記念日はあるはずだろう。確かな意志で君と出会ってから3年目を迎える記念日。何にしようかな時がいいんじゃないかな。君の笑顔は僕のものさ。揺れる財政立て押しにワンとし君のとお叱りをさ。どうしてそんな時に二人喧嘩を始めてしまった。
だから仕方なく隠してた時、君の前に出される。 いつも喧嘩ばかりの二人にも記念日はあるはずだろう。だけどプレゼントには意味がある。二人の仲直りの薬。いつも喧嘩ばかりの二人にも記念日はあるはずだろう。今の君は喜んでいるけど、僕は明日のことが不安さ。なるほど、まあいいね。ちょっと最後ちょっと女性ボーカルにして終わりますか。うん、じゃあこの久々に重ねテトちゃん、なんか割とキーはねテトちゃんは幅広いのでいけそうですけどね。じゃあやってみますか。いつも喧嘩ばかりの二人にも記念日はあるはずだろう。確か来週で君と出会ってから低いね。3年目を迎える日で何人にしようかな、時がいいんじゃないかな。君の笑顔は僕のものさ。揺れる財政立て押しにはうんとし、君もおしかりょうさ。どうしてすんねと君に二人喧嘩を始めてしまう。だから仕方なく隠してた時、君の前に出される。いつも喧嘩ばかりの二人にも記念日はあるはずだろう。だきくれ、ちょっと追いついていってないね。まあ結構ビブラートを抑えればいいのかな。ちょっとこうビブラート抑え、あ、ちょっと待って、ずれちゃった。ビブラート抑え気味で聞いてみようか。と、じゃあまあ一回これでこれしてみようか。新しいリテイクね、 AI リテイク、リテイクしたもの全部一応リテイクさせてみました。これで聞いてみようか。まあリテイクしてちょっと普通のに戻そうか。りょうくんで、りょうくんに戻してちょっとリテイクで聞いてみます。リテイクなってるかな、ちょっとね。いきます。いつも喧嘩ばかりの二人にも記念日はあるはずだろう。確か来週で君と出会ってから3年目を迎える記念日。何人にしよう。例えばガーってカラーのとこね、こういうとこリテイクかけても変わんないんだよね、波形が変わってないよ。これどういうことなんだろうね。1も2も3も変わんないんだよ。でこれはどうしてそうなってるかってことなんだよ。バグなのかな。でマニュアルにすれば、こうなるのか。マニュアル、これマニュアル、マニュアルになってるのかな。そうすると変わる。あ、そう、なんかこんなになったね。例えばちょっと冒険だけど、これ全部もう一回指定してマニュアルにしてみようか。これでマニュアルになった。そして AI リテイクかけようか。 AI リテイク、動いてるようには見えないね。ちょっとぬべーっとしたけど、これちょっと聞いてみます。あ、変わったね、動いたね。これでいいのかな、どうなんだ。いつも喧嘩ばかりの二人にも記念日はあるはずだろう。確か来週で君と出会ってから3年目を迎える記念日。何にしようかな、時がいいんじゃないかな。君の笑顔は僕のものさ。揺れる財政立て押しには、で、これで、あ、ごめんなさい、これで自動処理
選択したメロディーを、まあ、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃったけど、なんか手はありそうだよね。なんか、うん、もうちょっとこう考えてやりたいね。うん、なんかそこら辺でうまくいきそうな気もする。素直だねこれはね。揺れる財政立て押しにはんとし君の投資家論さ。メロディーが変わっちゃったけど、でも割と、うん、ちょっともう一回やり直して見てもいいんだけど、まあちょっと時間がちょっとまたねあるんで、もうちょっとこれ完成させるんでね、この状況また次回ということでございましてですね、この動画ちょっとでも参考になるっていうかね、僕も今試行錯誤でいろいろやっておりますけどね、この記念日というかね、今日はまあ誕生日ということで僕はこの記念日という曲をちょっとやってみたんですけどね、もしこの動画ちょっとでも参考になったなと思った方がおられましたらですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。